誤用はどれ？間違いやすい日本語問題が全部で4問です。では始めましょう。第1問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくはご自愛くださいです。ご自愛自体が自分自身の体を大切にするという意味なので重複表現になってしまいます。第2問。どこが違うでしょう？正解はこれでした。正しくは上の漢字を使います。正しい方の修正はよりきれいな状態に手直しすること、間違いの方の修正は間違っている部分を正すことです。第3問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは上の漢字を使います。席を置くは学校団体などに一員として所属することです。第4問。どこが違うでしょう？正解はここでした。正しくは休みを取っておりますです。社外の人からいただいているわけではありません。